オホーツクは、オホーツク海に面した、ロシアのハバルフスク地方に属する町である。人口は1989年国勢調査で9298人、2002年国勢調査で5738人、2004年の推計では5500人。オホータ側やオホーツク海の名称の由来である、とは、狩猟という意味である。オホータ側の河口に位置する、 小さな港町である。オホーツクの地図シュベリア内陸のレナ川水系のヤクーツクの砦から太平洋側へロシア人遠征者たちが行くには、川船でレナ川支流のマヤ川上流を遡ってジュグジュル山脈を越え、オホータ川を降りオホーツクの港に着く経路が一般的な経路であったため、1643年にセミオン・シェルコブニコフ率いるコサックの越冬地となった。 1649年には、オホーツクに、砦が建設され、極東地域で、太平洋に面したロシア最初の入植地となった。1718年には、クジマ・ソコロフが、オホーツク海で、最初のロシア船を建造し、カムチャツカ半島へ渡った。1731年頃までには、オホーツクが、ロシア太平洋側第一の港となっていた。 歴史上様々な探検家がこの街を通った。アラスカなどへ渡り、ベーリング海峡を発見した、ビトゥスベーリングの二度の探検航海の拠点となった、ことで知られている。その当時の町長は、ポルトガルのユダヤ人、アントンデビエーラであった。また、アラスカからの毛皮や、水産物の交易でも栄え、ロベー会社の拠点ともなった。しかし、ペトロパブロフスク・カムチャツキーが、 極東の中心的な港として栄え始め、19世紀初頭には、オホーツクは極東の商業中心地の座を明け渡した。それでもなおしばらくは、シベリア商館隊の拠点であった。1812年には、市街地はオホータ側の反対にある現在地に移ったが、重要性は低下した。その後、沿海州をロシアが獲得したことにより、ウラジオストクが、 極東ロシアの中心として繁栄し、オホーツクの重要性は失われた。ロシア内戦の一時期、白軍及びヤクーとの反乱の拠点となったことで、軍事上の用地となった。オホーツクの気候は、アカンタイ北部の気候であるが、夏は沿岸部に位置する上に、オホーツク海の冷湿な気団の影響で冷涼で雨が多く、冬は乾燥してかなり低温である。 pogoda.ru.net 2015年10月25日閲覧クライマタロジクルインフォメーションフォアホツックロシア2015年10月25日閲覧ありがとうございます